Olympic Winter Games Nagano 1998。ただいまより第18回オリンピック冬季競技大会ペアショートプログラムの競技を開始いたします。Skaters in Group 1, please start your warm-up. 第一グループの選手の方々は練習を開始してください。長野のフィギュアスケートの舞台はホワイトリング、長野市真島にあります総合スポーツアリーナ。まず今日から競技が始まりますフィギュアスケートはペア男女のシングルアイスダンス、今日はそのうちのペアのショートプログラム、非常にスポーツの要素もあります。2分40秒の中に8つの要素、これが含まれています。そしてリフト、デススパイラル、ペアスピンなどペア独特のそういった演技も含まれています。このあたりをお楽しみいただこうと思っています。久永勝一郎さん ISU。 14の国と地域から20のペアが参加しています。5つの組に分かれて演技を行います。今日のショートプログラム、滑走順にまずカナダのサージャント、ウィルツペア、そしてフランスのアビトボール、ベルナディス、そして3番目にラフランソワとオスランのそのペアが滑ります。4番目にはアゼルバイジャンのロディオノーワ・アニシェンコです。フランスのアビトボール・ベルナディス、世界選手権の常連ではありますが97年7位の成績も挙げています。4番ジャッジ、アンナ・シエロッカさん、ポーランド。ジャッジナンバー5、ミスター・ロジャー・グレン、この USA。 5番ジャッジ、ペアのショートプログラムは日本の新井・天野ペアも参加しています。ロシアのペアが伝統的に強く、ここにドイツ、あるいはアメリカ、中国、こういったペアが優勝争いに絡んでいきます。各選手への応援の横断幕も見えます。ご覧のようにホワイトリングは7時を過ぎてどんどんお客さんが詰めかけてきました。いつの大会でもそうですが、冬のオリンピックはこのフィギュアスケート大変な人気があります。入場券も早い段階で飛ぶような売れ行きとなりました。この第一グループにはフランスペアが2つ、ドゥ・ユア・ベスト、アライ・マリエ選手と見えます。アゼルバイジャンのロディオノーワ・アニシェンコ、フランスのル・フランスはオスランド、こういったウォーミングアップの時間は6分間指定されています。これがデススパイラル、
まあ、フィギュアの場合には非常にカタカナが出てきて用語が分かりにくいという声もよく耳にします。この今年のオリンピックの放送は一つは分かりやすく、そしてその競技の持つ魅力、素晴らしさを十分に堪能していただきたいと思います。こうして各選手は集中力を高めていきます。すでにもう最初の滑走者のカナダサージャント・ウィルツはすでに呼吸を整え始めています。リンクの中央にスノーフラワーが見えます。1998長野。練習時間終了です。選手の方々はビーチサイドにお渡り